はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回やっていくのは、あなたもきっと騙される、直感を裏切るモンティーホール問題について解説していきます。この問題はですね、あるアメリカのテレビ番組での非常にシンプルなゲームに関する問題なんですけど、その問題の答えが非常に直感に反するとして、大論争を巻き起こしたんです。しかもその中には数学者も多数いて、間違えてしまった数学者も本当に大勢いる。ということで、まあ、非常にね、直感に反する問題なんですけど、どういうゲームなのか。これはね、すごくシンプルで、今挑戦者の前に A、B、C の3つのドアがありますと。そのうち1つが当たりで、当たりのドアをうまく選ぶことができたら、車、景品車が当たりますよと。まあそういうゲームだったんですね。そしてその番組ではお決まりの流れがあって、今挑戦者が A のドアを選んだとすると、この司会者のモンティーホールさんが、挑戦者に対して今選ばなかった残り B、C のうち、まあ、少なくともどちらかは外れなので、まあ、1つだけ外れのドアをお教えしますと、まあ、今 C のドアが外れですよということを教えてあげます。この時当たる可能性のあるドアっていうのは A、B の2つあるわけだけど、今なら B のドアに乗り換えてもいいですよと。あなたは A のままにしますか、 B に乗り換えますか、どっちにしますかっていうふうに聞くっていうお決まりの流れがあったんですね。じゃあこの時この挑戦者は B に変更すべきか変更すべきでないか、はたまたどちらも変わらないかっていうのがモンティーホール問題なんですね。このドアの A、B どちらの確率も同じく2分の1であれば、まあどちらも変わらないし、確率が変わるのであれば確率高い方を選ぶべきだよねと、まあそういう話なわけなんですけど、直感的に皆さんどっちを選べますかね。まあ初見の方だったらほとんどはですね、ドア2枚あって、だから確率2分の1でどちらも変わらないんじゃないのと、丸3を選びたくなるはずなんですよ。ただですね、実際の答えっていうのが A の確率3分の1、B の確率3分の2なので B に変更すべき、この丸1番が答えなんです。この答えですね、非常に直感に反すると思うんですけど、実はある考え方を使うことによって直感的にも腑に落ちるものになるんです。今回ですね、その腑に落ちる説明っていうものをした上でですね、最初の直感、どちらも変わらないんじゃないのっていうのは、実はね、ある場面では正しい、ある条件を一つ変えてあげるとこの丸さんが答えになるんだと、それについて何が違うのかっていうことも合わせて説明していきます。それでは初めに状況を整理していきましょう。まずね、挑戦者が A のドアを選んだ時点では当たる確率っていうのは当然3分の1、すなわち外れる確率っていうのは3分の2ですね。 B または C が当たりの場合っていうのは3分の2。じゃあこれね、答えを知ってるゲームマスターが実は C は外れですよっていうふうに言った時に、 A のねドアが当たる確率っていうのが2分の1に変化するのかっていう話なんですけど、これは変化しないわけです。これね、変化したらおかしなことが起こるんですよ。例えばこの挑戦者が A のドアを選んだ後に逆に司会者に対してある提案をしたとします。私ね、挑戦者はもう A のドア選んでもう買えないのでね、残り B、C の2枚のうち外れ1枚っていうことが分かってんだから、その外れの1枚1枚でいいから教えてよっていうふうに言ったとしますね。私は買えませんから。そうしたらね、まあゲームマスターとしては、まあどうせ買えないんだったらもう結果としてはもうね、当たりか外れかっていうのは確定してると。じゃあ A、B か C、 まあじゃあ C が間違いっていうことを言ってもいいかってなりますよね。じゃあ C が間違いですって言って、でも買えないんでしょって言って、はい買えません、でも買えなかったとしてもその C が間違いって言ったことによって確率が3分の1から2分の1に上がるんだとしたら、この挑戦者からしたらこの上なくラッキーですよね。まあラッキーすぎるっていうか、そんな美味しい話あるわけないじゃないですかね。買えないっていうふうにもう宣言してるわけなんでね。まあこういうわけでね、答えを知っているっていうのが実はポイントなんですけど、この司会者が C が間違いですよって言ったことによって当たる確率、最初の当たる確率っていうのは変わるわけがない。すなわち A の確率が3分の1で、 B の確率が結局 B、C セットで考えてあげて、この3分の2が B だけに集約していきますよと、こういうイメージなんですね。まあこれもね、まだ直感的に納得できないよっていう方はね、ドアの枚数を増やすと非常にわかりやすい。今この中に1枚だけ当たりがあるとして、この挑戦者が1のドアを選んだとします。
まあこのね、挑戦者の気持ちとしては、まあ当たんないだろうなと、100分の1の確率で当たるわけで、まあ当たんないだろうなっていう風になるわけですよ。まあ残りね、2から100の中に、まあ100分の99の確率で当たりがあるわけなんですけど、ここで司会者がもう答えしてて、じゃあちょっとね、ヒントをあげると。この中の3から100は全部外れですよっていう風に答えをね、あげたとすると、じゃあこの挑戦者は2に乗り換えるべきかっていう風に考えたら、これ直感的に、じゃあ2だっていう風になりますよね。だってね、この1番っていうのはもうダメ元で言ってるわけなんだけど、もうね、残りの選択肢の3から100消してくれたら、もう答え教えてくれてるようなものっていう風に感じますよね。まあ実際1が当たる確率っていうのは100分の1、2が当たる確率が100分の99と、これらの確率が全部2に集約されるんですね。こんな感じでドアの枚数を増やすと、まあ、直感的に理解できるんじゃないかなと思います。まあ、こういうわけでね、今回のゲームにおいては B に乗り換えるっていうのが正しい答えだったんですけど、じゃあ最初のね直感、A も B も確率2分の1で一緒じゃないのっていうのはどこかから来るのか。これはですね、ある場合では正しいんですよ。それが司会者が答えを知らなかった場合。この場合っていうのは挑戦者が A のドアを選んだ後に司会者の人がまあ、とりあえず C 開けてみますと。わかんないんですけど C 開けてみる。あ、外れだったっていう風になった場合なんですよ。この場合だと残り A、B の確率がね、2分の1に増えるんですね。このように確率が変化するんですよ。この場合もドアの枚数を増やした方が理解しやすいのでこちらで説明していきます。まず、あり得る状況について考えてあげると、この人が当たるか外れるかの2パターンですね。で、それぞれの確率、当たる場合っていうのは、まあ、ほとんどなくて100分の1。で、外れる場合っていうのは100分の99になるわけ。じゃあ、司会者が仮に今回答えを知っていたとして、3から100を開けた場合、答えを教えてあげるよ、3から100違うんだよ、っていう風になった場合は、何も驚きないですね。驚きがない。一方で、司会者が答えを知らずに、3から100、ちょっと開けてみていいですかね、と。ね、開けてみて、おー、外れた、おー、外れた、おー、外れた、外れた、っていう風になった場合、何が違うのかというと、ね、あ、外れたっていう時に、一回一回驚きがあるんですよ。しかも、まあ、3から100まで全部外したっていうことは、まあ、かなり奇跡的な状況。そうすると、これね、もしかしたら、そもそもこの中に当たりがなくて、全部外れだから、外れをこんだけ引けたんじゃないのっていう風に感じてくるわけですよね。よろしいですかね。驚きがあることによって、ってことは、もしかして、そもそもここの部分にね、当たりがなくて、1が当たりだったんじゃないのっていう風に変わりますよね。心境としても。ということで、直感的に変化するはず。で、実際、これは、司会者が知らなかった場合、答えを知らずに3から100かけて全部外れだった場合は、2分の1ずつに変わるわけなんですね。これが直感の正体。まあ、確率ね、話で言うと、条件付き確率で、まあ、事後確率が変わる。このように表現されるんですけど、まあ、要は、ドアを開けるっていう操作によって、驚きの連続なわけですね。それによって確率がどんどん、あれ、当たり寄りに、どんどんね、心境が変化していくと。もしかしたら、1のドアがもともと当たりだったから、こんなに外れたんじゃないのっていう風になるわけなんですね。で、これっていうのは実は本質的にはくじ引きと一緒なわけですよ。この例に戻ってあげると、司会者がね、C のドアを運よくね、開けた場合に残り A、B のどちらかが当たりですよっていう話ですね。この場合って当然2分の1、2分の1なわけですよ。っていうのも、くじがね、3本あって、当たりが1本。で、このうち司会者がランダムに1本くじを引いた時に外れでした。残り2本のうち当たりくじは1本ですよ。じゃあ挑戦者がくじ引く時当たる確率はって言ったら2分の1ですよね。これとも全く一緒。なので皆さんがね、最初に A と B の確率2分の1ずつじゃないのっていう風に直感的に働いたのは普段からね、よく目にするくじ引きの問題と同じように考えていると。で、その直感っていうのは、まあ、この場合では明らかに正しいわけですね。このモンティーホール問題、状況としては明らかに変だったと。この司会者が答えを実は知っていたからこそ、この3分の1、3分の2という風に確率が等しくならないんだと。まあ、そこにね、違いが生じたんだよっていうのが今回のね、モンティーホール問題のからくりだったわけです。
ということで今回直感を裏切るモンティーホール問題について解説してきたんですけど、ね、直感に反したものが直感に沿うものに変わったと、その変化が非常にね、気持ちよかったんじゃないかなと思います。今後もこういった面白い内容をたくさん使っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよというのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。